昼夜もうぬるなった。こんにちは。前髪切ったって言われんねんけど、だいぶ前に切って伸びてこうへんねんな。ほぼすっぴんってか、すっぴんですほぼはリップとか眉毛とか描いてるのがほぼすっぴんっていうの？分からへん。何？髪、顔洗ってないのがほぼすっぴん顔洗ってたらほぼすっぴん。まあ、どっちでもいいですあー、ルコン全然当たらん。もう毎回投げてください毎日投げてくださいやりより頑張るよ。いいね。明日ラビカツ、ラビグルメ最終回です。スタバはいつものやつ、ストロベリーラベンダーティーラテの無脂肪ミルク。今日はシロップ追加してません。これはウィーダーです。朝ヨーグルト食べたんで。お腹減ってなくて、でも絶対お腹減るんでゼリー食べてます。ビューティフルガールおもろい、ありがとう、嬉しい。鉄分大事そうよ、赤ちゃんみたいな肌、嬉しい。最近ケア頑張ってるんです。最近ね、めっちゃお肌に気をつけてるんです実は。シンシンはメイク行った。最近はね、毎日パックするようになったし、大丈夫な日は朝夜パックするようになったし、なんかすごい、あの本を読んで美容の意識が変わりました。スキンケアはそんな大したことはしないんですけど、継続が大事だと思ってるので続けれるようなことをしたらいいと思います。そうやね、なんかよく言うじゃないですか、20代の頃からちゃんとしといた方がいいみたいな、30代が曲がり角やでって言われるから、やっとこかって思ってやってます。そう、お風呂入るやんか、でドアのところにパック置いといて、体拭いてる時にもう肌乾燥してるなって私思うから、タオル取ると一緒にパック取って、パックしながら体拭いて上がって、でも化粧水パックした後に化粧水っていらんねやろうなと思ってるんですよね。だからちょっと美容液を最近少し探してます。で乳液塗ってクリームでパックして、でも乳液もいらんかな、クリームだけでいいかなと思ってるんですよね。で目元用と口元用のクリーム塗ってます。パックはでも自分がヒリヒリしないやつでいいと思います。なんかやっぱりあるやん、これ使ってますとか言っても多分人に合う合わないあるから、私は冬なので保湿用使ってます。多分夏になったら美白用を使います。乾
まあなんかね目元用と口元用クリームみたいなって、目元は肌が薄くて敏感やからなるべくクリーム塗った方がいいって言われて、まあ、なんかその本には続けるのが大事って書いてあったんで続けます。です。そう。ちょうど去年の年末にメイクが乗らないぐらいメイクが乗らないぐらい目がヒリヒリしちゃったんですよ。もう毎日メイクしすぎて、でメイクするし毎日メイクするし、年末私めっちゃ公園立て続けに入ってて、しかも昼夜とかで、でメイクするは汗、メイクしながら汗めっちゃかく、でもう肌が、私肌荒れとかはしないんですけどもうカッピカピになっちゃって、もう息が吸ってない感じ、肌がもう毎日メイクで蓋してるから、でなんか目もめっちゃ痛くなっちゃって、メイクのせるとメイクできひんぐらい痛くて、でもね赤くなってなかったんですけど、わからんかったけど、ただ目にメイクをのせるとめちゃくちゃ目が痛くなっちゃって、でもうメイク道具一式買いました年末で、年始で、もう肌にのせるものも全部デパートコスメにして、だからアイクリームもアイベースもキャンメイクで全然いけてたんやけど、その時期はもうほんまにキャンメイクも痛くて、で、まあ、メイクさんに教えてもらったやつ乗せたら痛くなかったからそっち買って、アレルギーやったんかな分からんねんけど、めっちゃ痛かってんなあの時。でもね湿疹なんか赤くなってなかったからよく分からんかったんけど、多分肌が疲れてたんかなと思って、そうだからそっから少し意識が変わりました。そうやね、メイクさんってほんまにすごい。だって私が肌痛いですとか言ったら、自分でいつもメイクしてるんですけど、その時もメイクさんにお願いして、でほんまにアイシャドウも乗らなかったんですよ。やったらなんか弾いちゃう、粉がポロ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 落ちてきちゃったり剥げちゃったりしてたんですけど、いい感じにメイクさんが乗せてくれて綺麗にメイク仕上げてくれたから、やっぱほんまにすごいなと思って、 そっから少し意識が変わりました。聞いて、みんなにいいな、自慢したいね。あの中国語私めっちゃなんか得意になったみたいなこと話したじゃないですか。で、あの成績がこの前出たんですよ。でどうやろうと思って、でこの前が中国語が81点とかだったんですよ。別に悪くはないじゃないですか。でも今回の後期ほんまに中国語革命起きててほんまに理解できるし、ほんまに覚えやすかったんですよ。そしたら中国語何点だったと思いますか？もう初めて、対面の授業であんなに点数取れたの初めてかも。97点だったんですよ。すごくない？自分の中で、あのさ、オンラインで授業やってて、あの100点とか90点とかは、まあ、オンラインやし普通に提出とかしてたら点数取れるけど、私対面でそんな、何なり学校休んでるし取れたことないんですよ。で中国語も何回か休んだし、なんか無理かなとか思ってたんですけど、よくない？びっくりしちゃった。嬉しい。なんでやろう。なんかできるようになりました。日本語よりいいや。いや間違いない。日本語よりいいかもしれない。頑張った。
復学してから成績いいわ。日本語の勉強しなあかんよな、ほんまに。まあ日本語何も取ってないんですけど、まあ、英語もな、もう全然めっちゃ休んでたけど仕事でなんとか単位取れて一安心です。嬉しい、めっちゃ嬉しかった。なんかそれこそ GPA で分かるじゃないですか、その時のなんか雰囲気。1年からどんどん2年にかけて成績落ちていってたのに復学して取り戻しました。嬉しい。だから計算が間違ってなかったら4年はあとゼミだけでいけるからこっちに集中できるけど、昨日ちょうど卒論の発表会あって自分が今どういう卒論書いてるかとか発表しなきゃいけなかったんですけど終わる気がしません。GPA 公開しませんよ。取り掛かりめっちゃ早い。嘘、私のゼミめっちゃ遅れてる気がすんねんけど。まあでも私が基本1、2月がちょっと時間あったから、なんかさやっぱ遅そうじゃない、なんか遅そうだからちょっとさそろそろさライブとか始まったりさ忙しくなるじゃないですか。特にさ周年がいつも9月か10月か11月とかやんか、その時期に卒論始めてたら多分私卒業できひんから暇な時にしとかないと進めとかないと。あ、来た、また坂田、ラダもいます。おいで。いいよ。マンボしていいですか。いいよ。誰のだ。誰のだ。それは分からへん。それは分からへん。よいしょ。また坂立ってきた。そうだ、計画性。桜田もいます。こんばんは。サクサク。いいよ。あ、やった。手で持つの？はい、すごいな。あんまいないですね。いない見て、星の中に星、うん、おめでとう。うわ、リップ忘れた、最悪。ちょっとカサカサ。まあいいや、うん、いいよ。血色感ないですけど、うん、私もない。なんか唇をスクイーズみたいに噛んで唇を噛んだら同じなんですよ。血流良くしてるだけや。ねえ、リップのスクラブって使ってる？使ってます。どこがいい？ラッシュ、やっぱり。いや、レブロンです。あ、やっぱりレブロンいいの？あれないと私の、うん、あれいつも気になった時じゃ、え、これ入らんねんけど。入らんよな、やっぱり。うちも入らなかったよ。いや、いらんレブロンのリップ、うん、もう寝るときに塗るんですよ、うん、で、あ、そう、顔洗うときに一緒に落とすんですけど、うん、あ、そうなんや。それしないともう痛いんですよ、口が。毎日？毎日やってる。毎日？あの、スクラブって毎日やっていいの？いや、わかんないんですけど、うん、まあでもそんなレブロンのやつ、うん、最初ほんまに初めて使う1回目は結構ザラザラしてるんですけど、うん、何回か使ってたら滑らかになっていくんで、そんななんか刺激されてる感じがないんで。いいや、レブロンのスクラブ毎日塗らないともう痛いし、リップ塗ったらカス出てきちゃうんで。リップ塗ったらさ、皮めくれてきちゃうさ、最近、うん、なんか皮めくれた時ってさ、保湿リップやったらさ、ただ保湿されるだけやん。ありがとうございます。なんか嫌やなと思って。いや、レブロンは私は唯一合いました。そのスティックのやつやんの。
はい、商品が悪いとかじゃなくて私の唇に合わないだけなんですけど、うん、モアリップとかいいっていうじゃないですか、とかワセリンとか、うん、合わへんねん、あとメンソレとかも全部合わなくて、でもレブロンがあったって、そうレブロンのそのスクラブリップが一番シュガーなんちゃらみたいな、はい、こうあれが私には合いました、ね、あれしか保湿系というかやろう、はい、坂田がお見語りしてた、めっちゃ大好きなんだよこれないと生きていけないぐらい、そうやねんな、私あれ最近やっとあれなんかやっぱあかんだ冬って、冬ダメですね、ニキビめっちゃできました、めっちゃ肌荒れしてやばくないですか、なんで外食ばっかしすぎて、そうや、ずっと外食してんな、昨日もしちゃった、やば、今日何食べた、昨日ラーメン食べました、誰とリサと食べました、ずっとメンバーと食べてるやん、はい、一人寂しいから悲しい、帰ってな、豚汁作れるようになれって言ってあげてください、本当にまだ作れないです、なんでやもうやばいです、なんでなんいや、なんでなんですかね、焼いちゃったからダメなんです、だからさっき水入れんねんって水入れて沸騰させてで煮込むねん、煮込むっていう動作を忘れてました、うん、どういうこと、なんでなん、焼いて絶対いるやつやん、焼いて味噌突っ込んで、え、さ、焼いてさ、水入れるってことかと思ってました、そしたら焦げが浮いてくるやん、そんなえ、それってさ、調べてやってないやん、そうやん、え、調べてやったんですか、え、そっちのやり方とかあんの、え、ほんまに、はい、なんかの、ま、間違えちゃう、あんかけとか作ろうとしてたんちゃう、炒め物とかじゃなくて味噌炒めとか、いや、ちょっと味噌汁にしてる、おもろいな、だからもう作るのやめた、なんでなんだ進めました、え、けど一人暮らしやったら確かにさ、カップとかさ、うん、袋のさ、味噌汁とかできるもんな、はい、そっちの方が楽だし、楽やし、失敗しないことに気づきました、うん、やめました、そうね、いつかちょっと家が燃えそうやからちょっとやめといてちょっとね、ね、いや分かる、確かに自炊エピソード好きやから、自炊の失敗エピソード好きやからやってくれてもいいけど、あの危ないことはしたあかんなあ、でも昨日はレンチンで作れるやつを作ったんですけど、うん、何てか分からんけど、あの耐熱容器焦げてました、なんで、なんでなん、耐熱容器、うん、焦げてて、あれじゃん、水とか入っててさ、パチってなっちゃったんじゃん、どうなの、火ついたんちゃう、白菜ってダメなんですか、チンしたら、なんか白菜と豚肉チンしようって思って、うん、チンしたらあの焦げてた、下で、で肉もめっちゃ焦げてて、こんなんもうやばいですよね、初めて見た、向きすぎじゃない、え、なんで無理なんやろうな、私はランキング読みます、メイク行かなきゃ、あれどうやって焦げ、13位ケイタン、12位マコちゃん、11位ユウ、10位ヒデヒデ、9位がルートくん、8位が花輪、7位がアーキーチ、6位がヨネ、あ、5位が野原しんのすけのすけ、4位がダイちゃん、3位がエム、2位が峠さん、1位がガンズンでした、1位はガンズン、ありがとうということで、皆さん昼夜公演よろしくお願いします。バイバーイ。